皆さんこんにちは、イアルサウスイです。ダイエットのために、健康のために、スポーツパフォーマンス向上のために、股関節柔らかくしたい、分かってるんだけど絶望的に硬い。はい、分かりますよ。だって現代社会って座りっぱなし多いじゃないですか。で、階段使わない、もうエスカレーターあるじゃないですかってところで、もう股関節が硬くなる罠だらけ、もう罠なのこれはっていうところで、なのでこういうストレッチとかをして自分で可動域どんどん上げていって、股関節の動きを自由にしていくと、体がもっともっと自由になって、心ももっともっと自由になってくるから、一緒に今日も頑張っていきましょう。まずは足の裏と足の裏をこんな感じで合わせてあげます。で、このままちょっとね、背骨を立たせるような感じで、頭が1個上から引っ張れるような感じでちょっとしてあげて、このまま膝をね上げる。これね、膝をね下げようとする人いるんだけど、膝を上げようとした方が動きが大きくなってくる。動きが大きくなってくると股関節周りの筋肉に刺激が入っていって、だんだん動き良くなってくる。で、この時に、いや私ちょっと待って、めっちゃ硬くて上で動かないままですって人は、一回内ももほぐします。こんな感じで膝の、ね、内側あたりからちょっとほぐしてあげる。これね、股関節硬いって言うんだけど、股関節周りの筋肉がもうガッチガチでも股関節動きようがありませんって方も多いので、ほぐすだけでも今日いいからね。もう痛いなと思ったらもうゆるく、とにかくね、きついことはもう続かないから、いかにゆるく続けて、あれ1ヶ月ん2ヶ月変わってるみたいなね。はい、 OK です。そしたら今度はですね、このまま足を膝に乗せてあげる、くるぶしを乗せてあげるぐらい。このまま手グッとしてあげると背骨が立ってくるから、このままだんだん胸が近づいてくる。で、この時に背中が曲がって胸近づけようとすると全然股関節に効いてこないから、股関節に効いてるな、お尻が伸びてるなって感じることがとっても大切。頭がこう上に引っ張られて、なんかお尻ちょっと浮きそうなぐらいにしてあげると結構背骨が立ってきますので、で、これでね、揺らしてあげたりとか、前後にちょっと行ってあげたりとか、とにかく硬い人は可動域がもう今ない状態だから、少し動かしてあげて可動域を作ってあげる。そのイメージ持ってみてください。そしたらね、楽じゃん。ずっとストレッチっていうのは結構きついの分かるから、こんな感じでこう緩く、緩めてあげるとね、筋肉ってだんだん緩くなって、緩くなってくるから、どんどん可動域ができてくる。そんな状態になります。じゃあ反対も行きましょう。あと息止めないでね。息が入った時に筋肉って緩むから、一回ね、背骨もうちょっと曲がってもいいから、ここからまあ頑張りましょう。背骨立たせて、頭一個引っ張られるような状態。こんな感じでまた揺らします。辛いなって人は手をね、もっと後ろにしちゃってもいいからね。これね、人それぞれだから、本当に。で、今硬い方は何が悪いわけじゃない。硬いから悪いとかじゃなくって、今頑張ろうって、変わりたいなって思う自分の気持ちを大切にしながら一緒にやっていきましょう。ね、そのね、褒める作戦の方が絶対続くよ。なんかもう私硬くてダメとか言って思いながらやるとね、やる気なくなっちゃうから、体は今じゃこんな状態かっていう。自分の体にね、興味を持って、敬意を持って一緒にやっていきましょう。こんな感じでまたね、揺らして、息もね、吐いてね、で、だんだんね、肩にも力入ってきちゃうんだけどさ、緩めていきましょう。はい、OK です。そしたらね、股関節が硬くなってる要因としてで、前ももちゃんが硬いっていうのがあるので、ちょっと前ももちゃんほぐしていきます。で、痛い方はこのままの状態で大丈夫。このぐらい、もうこうやって動かしていて、これが限界っていう人はこれでも全然いいんだけど、近づけるなーって方はぐーっと吐きながら膝を床に近づけていく。だんだんポンポンって動かせる人はこう動かしてみてください。で、このままで痛い方は全然これで OK。今、ちょっと今日が昨日よりちょっと成長しそうっていう、そういう自分のポイント。いいの。すごい成長遂げなくていいから今日だけで。ゆっくり続けて、はい、このまま膝近づけてく。近づけるタイだけの気持ちでもいいよ、気持ちでも。ぐーっと、ちょっと動かしてあげる。この前ももが硬いとね、骨盤の位置がまた悪くなって、股関節もまた動きが悪くなってくるっていうのがあるので、ちょっと前ももちゃん伸ばしてあげるの大切でございます。はい、そしたらですね、このまま足を前に出します。で、少し外に逃がしてあげて、で、この手をね、下から入れてあげます。こんな感じで、で、後ろの足ね、もし余裕があったら上げてみてください。で、この時も背中曲がってると全然股関節に効いてこないので、この状態から前後。
で曲がっててもいいよ。もうあの曲がってて曲がらないようにしようとするその気持ちだけで十分よ。曲がらないようにしようとその気持ちを大切にしてあげてください。で左右に動かしたい。そしてここでちょっとやってあげたいのがポン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 っていう動き、お尻を上げたり下げたり上げたり下げたりしてみて、でそうするとあ伸びてる、あれ新しい可動域生まれそうって感覚ない？で前後だったり横だったり、そしてポン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 、とにかく今日はちょっと揺らしてあげたりして可動域、新しい可動域をちょっと生まれさせてあげるっていうところがポイントになってきます。なので痛いまで頑張らなくていいからね。はい、じゃあ反対行きましょう。おいしょ。自分の体にね興味を持つってすごい大切だよね。あのこんなに硬かったつもりなかったとかもあるじゃない。こんな感じ、内側ね、内側から入れて前後に動かしたり左右に動かしたり。痛い人はさ疲れちゃうと思うの。これあのストレッチ慣れてくると逆に気持ちくなってくるんだけど、初めは疲れちゃうと思うので休憩入れてあげてあげてください。で前後ポン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 って、これさ効果音が意外とストレッチで大事で、じわーとか言ってるとなんかじわっと伸びてる感覚があるし、なんかポン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 ってやってるとなんか可動域が広がってくる感覚があると思うので、効果音ねちょっと自分でつけてあげて、あー伸びてるーとかそれでもいいよ全然、うーんとかね気持ちいいとかね、それ効果音じゃなくなっていく、言葉になってくるか、ポン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 、このポン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 結構大切。はい、ここまでやったらねもう結構ね十分なの、もう頑張ったでしょってとこなんだけど、ここからはちょっとテストみたいなもんでございますので、これ足をこう4の字に、あ、今日はね、こうまた4の字作ってあげるんで、これで、ね、このぐらい上がっちゃう人全然いると思います。あ、それはそれで OK。 現状把握、これいつかこんな感じに行きたいなってところをねちょっと入れておりますので、でもまた90度にしてこのままどん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 こう近づけていく。これ近づかないからね、いきなりは近づかない。私もずっとやっててどん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 柔らかくなってきて今こんな感じで近づくんだけど、この時も背中が鳴るだけ丸まらないように近づけていくんだけど、これは目標です。これ今目標です。全然今ねみんなこのぐらいの状態でいててててってなってると思います。でもお尻が伸びてると思うのよ。そのいてててての状態で全然いいので、こうお尻が伸びてるなーっていうのを感じてあげて、であれ1ヶ月目このぐらいだったけど2ヶ月目3ヶ月目合格できたってところをちょっと目標にしながら徐々に徐々にやっていきましょう。でこれも初めね痛い方こんな感じで揺らしてあげるのもいいでございますよ。はい、じゃあ反対向きましょう。とにかくねもう本当に股関節だって気にしなかったらさもう本当に硬くなるしかないじゃん。だって座りっぱなしとかでさ階段も登んなくてさ、お手洗いもさ洋式って便利だけどやっぱりしゃがむって行為なくなっちゃってるからね、硬くなっちゃうよね。はい、これ合格合格まではもうちょっとって感じでね、いつかこんな感じで行きたいなぐらいの気持ちで、あとはあのちょっとこれ楽したい人はねこうちょっとこうやってね内側にこうやって持っててもいいんだけど、ちょっとここはね90度を目標にしてるのでなるだけこの90度保ってあげてください。なのでちょっと手で支えてあげるといいかな。あと骨盤がすごい逃げやすくなってくるので、骨盤をちょっとこっちの骨盤をちょっとこう持ってくる感覚で背骨が回らない、うるさいってあるかもしれないけどだんだんね分かってくるから。でも今ここ大事なのはちょっとお尻が伸びてる感覚あるなーっていうところをすごい大事にしてあげてみてください。 OK です。じゃあ最後はここまで、ストレッチはここまでよ。だけどちょっとごめん筋トレ入れる。なんでかっていうと骨盤の位置がしっかり、はい、このままねお尻を上げてあげます。足の裏にしっかり力入れてお尻上げてます。でこのままキュイーンって上げる。でみんなお尻今触ってゆっくりやりましょう。お尻がちっちゃくなった感覚と骨盤がしっかりこうまっすぐになってる感覚があると思うので、この骨盤を整えてあげる。股関節って骨盤についてるので骨盤が整ってくると股関節もよりね整って動きやすい、もっと動きますって、ね、なるので、この動きで骨盤を整えてあげるのとその周りの筋肉を少しつけてあげる。だって見てこの今クイーンって上げてもう一丁上げてみてって言うとさお尻がさみんな小尻になったでしょ。でこのお尻の下の筋肉にすごい力入ってる。ここねつけてあげると骨盤の位置が整ってきますので、はい吐きながら、はい、レストランだけどごめんね、もう1セットいきます。これすっごい大事なの。ヒップリフトあのなんとなしにやるんじゃなくて、とにかくしっかりとゆっくりで上げてって、でこのぐらいで終わっちゃう人ね多いの。でもね最後キュイーン、そう効果音が大事って言ったけどキュイーンって2回ぐらい言ってあげて、そうするとしっかりこう上がってくる。
そうするとお尻の下部にすごく力が入ってくる。この筋トレにもなってるので、しっかりとやってあげましょう。ハムストリングスにも効いてると思う。ふう、リラックス、頑張りすぎなくていいから、休憩入れながらでいいので、この形をね、ここで止めないで、キュイーン、もう一丁、キュイーン、はい、上げた。で、初めのうちは確認しながらやった方がいいと思う。お尻ってこんな、あれ、なんか私めっちゃ小尻になる、これこんな小尻になれるんだってね、夢も見ましょう。目標です、この小尻になって、小尻になって骨盤をね、ちょっと整えていきましょう。もうちょっとだよ、早くやらなくていいから丁寧にやろう。もうちょっと、ギュイーン、オッケーです。はい、皆さんお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。なんかちょっと途中きつかったところもあると思うんだけど、そこのところはもう少しずつゆるくゆるく、何よりも続けることが大事です。だって今日の動き今までやってこなかったでしょ。というか、いろいろ今までも動画やったけど、三日坊主っていうか一回しかやってなかったっていう方も多いと思います。で、とにかく、好きな動画でいいのよ。まあ、私と一緒にやってくれたら本当嬉しいんですけど、まあ、いろいろ世の中に今動画たくさんあるので、で、しかも1種類2種類とかだけでもいいので、あと動画じゃなくても覚えて1種類2種類を毎日入れるっていうのでも本当にいいので、とにかく続けてください。現代社会はどんなに股関節が今柔らかい人でも、このまま普通に座りっぱなしの生活をする。じゃあ運転もして、パソコンでお仕事をして、はい、電車も座って行ってとかしてたらね、もう硬くなるしかない。硬くなるしかなくて、硬くなってったまま、やっぱりこのまま生きていったら、じゃあやっぱり歩きづらくなってくるな。人生100年時代でございます。100歳までさ、ガンガン踊りたいじゃん。もう歩くだけじゃなくて走りたいし踊りたいじゃんってなったら、今どうするのって、この元気な時にどんどん元気な体を維持していくためにやっていくっていうのがとっても大切になってきますので、ストレッチ、そして筋力トレーニング大事。分かってるけどできないってもう言わないでね、ちょっとのレベルでいいから、もう頑張りすぎた、でもね、もし今まで続かなかった人は頑張りすぎてたので、頑張りすぎなくていいから、ちょっとできること、歯磨きついでにちょっとできることとか、まあ、朝起きたらちょっとできることやってあげてください。ということで、またうたらチャンネルでビシバシ行くよので、うたらチャンネルで会いましょう。お疲れ様でした。とにかく今日頑張った自分を褒めてあげてください。バイバーイ。